蘇我駅は、千葉県千葉市中央区今井2丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、京王臨海鉄道の駅である。蘇我地区周辺の工業地帯千葉市都市、計画マスタープランによる蘇我副都心の中心駅である。東日本旅客鉄道の外房線、内房線、京王線、京王臨海鉄道臨海本線の4路線が乗り入れ。 この内外房線の当駅の所属線としている。駅構内には、日本貨物鉄道関東支社の車両基地である、葉木管区がある。南房総方面へのジャンクションとして機能し、内房線は当駅が、起点に、京葉線、京葉臨海鉄道臨海本線は当駅が、始発駅、終着駅となっている、ターミナル駅でもある。 京洋線にはナンバリングが導入されているが、当駅のみ導入されていない。近傍には、京成電鉄、千原線の千葉寺駅が一致している。京洋工業地帯の拠点校である、千葉港の千葉中央地区に位置する。太平洋戦争後の日本における、戦災復興都市計画の一環として誘致された、川崎製鉄により発展した町であり、周辺は、 企業城下町の雰囲気を色濃く残し、西口がある川崎町には JFE スチール東日本製鉄所、東口には JFE 体育館、千葉メディカルセンター JFE スチールの社宅や、独身寮などがある。また、日本野球連盟に加盟している JFE 東日本、公式野球部の本拠地もある。駅周辺には、ハーバーシティ、 ソガなどの大型商業施設や福田電子アリーナなどが整備され、千葉北部地区の幕張新都心と同様に、ウォーターフロント開発が著しく行われている。このような土地区画整理事業事業の推進に伴い、駅周辺の魅力が向上し、2008年度の地下最高路線価格は、ソガ駅東口において、県内最高の上昇率19.5%となった。 JR 東日本の各線と貨物線である京王臨海鉄道臨海本線が乗り入れている。当駅に乗り入れている旅客路線は外房線、内房線、京王線の3路線であり、このうち外房線の当駅の所属線としている。特急和菓子を、さざ波等の特急列車も停車する。この他京成電鉄、千原線の千葉寺駅が、 徒歩約10分の場所に位置している。内房線は東駅が起点であるが、同線の列車は、すべてが、外房線千葉方面、または、京葉線東京方面へ直通する。また、京葉線は東駅が終点であるが、一部列車が、外房線、内房線に直通する。東駅から、東京駅までの営業キロは、外房線、 総武本線経由の場合も、京王線経由の場合も、同じ 43.0km である。さらに、東駅から西船橋駅までの営業キロは、外房線、総武本線経由の場合も、京王線経由の場合も、同じ 22.4km である。現在、JR 貨物の駅としては、臨時のシャー貨物のみを取り扱っている。 京王臨海鉄道臨海本線は当駅が起点である。臨海本線の列車は当駅で日本貨物鉄道の機関車との授受を行い直通する。当駅の貨物業務は京王臨海鉄道が担当する。駅開設当時の所在地だった千葉郡、蘇我町をより名付けられた。島式ホーム3面6線と1番線の西側に貨物用の着発線。 側線が複数ある、地上駅である。貨物列車の入れ替え作業における、信号制御は当駅の信号国署にて行っている。京上駅舎を有している。京葉臨海鉄道の事務所は、着発線、側線の脇にある。直営駅で、緑の窓口、指定席券売機、自動改札機設置駅。また、管理駅として、外房線のか取駅、本ン駅、 土系駅を管理している。2007年11月18日より、ジェフユナイテッド市原、千葉のオフィシャルソング、オーバーが使用されている。それ以前は、東洋メディアリンクス製の曲が、さらに以前は英楽電気製の曲が使われていた。2020年度の1日平均乗車辞任は25,047人で、ある。千葉駅以南、伊東では、最多。千葉市内では、第4位。 京葉線内では、第7位である。京葉線下り終電到着時刻は、京葉線上り列車及び、外房線、内房線下り終電発車後であるため、この時間帯の駅前タクシー乗り場では、乗り遅れた乗客がタクシーを待つ列が伸びることもある。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。ジェフイとユニティのモニュメントジェフユナイテッド市原。 千葉のホームスタジアムである福田電子アリーナが建設されたことから駅周辺の店舗からはジェフのチームフラッグが多数形容されている。さらに千葉市のコンセプトである花野と千葉にちなみ聖火で作られたモニュメントと千葉市のシンボルキャラクター千花ちゃんおよびサッカーボールが西口整備に伴い設置された。駅周辺は路上喫煙禁止区域となっている。 駅中商業施設として JR 東日本リテールネットが改札内で展開するショッピングモールディラソガが出展している改札内の古墙橋上に店舗がある2004年8月29日に開業2016年3月24日に全面リニューアルしているソガ臨海地区と地区各整理事業名所旧石教育医療行政機関郵便商業施設 千葉市は、蘇我駅周辺地区を、千葉都心、幕張新都心に続く、第三の都心と位置づけ、2003年から、都市再生緊急整備地域として、蘇我駅周辺地区と川崎町地区の旧、川鉄千葉製鉄所のほぼ全域を含めた、蘇我林海地区と地区各整理事業を開始し、大型商業施設や、球技場を中核とした、商業地区や、 公園施設の整備が行われている。これに伴い、土地区画整理後に商業施設等が建設され、将来的な周辺人構造による利用者像を見越して、千葉市と JR 東日本により駅施設の拡充が行われている。2004年8月に駅本屋の拡充が、2005年に西口駅前広場の整備が終了している。 今後、西口と東口を連絡する自由通路の拡大が予定されている。また、リサイクル施設の建設が進められている。さらに、公園地区と旧市街地区の間に居住地区の整備計画がある。なお、京王線の東駅千葉港間に寒川新駅を設置する構想があるが、その駅予定地は2009年時点では、花の駅蘇我として活用されている。 東口、西口にそれぞれ乗り場がある。停留所名は、東口側が、蘇我駅東口、または、蘇我駅東入口、西口が、蘇我駅西口となり、千葉中央バス、小港鉄道、千葉シティバス、日東交通、京浜急行バス、アスカ交通により運行されている。なお、路線によって、 駅前のロータリーを発着するものと、その他のバス停から発着するものがあるので注意が必要である。小港鉄道、千葉中央バスが運行する路線バスのほか、小港鉄道、京浜急行バス、千葉シティバス、千葉中央バス、日東交通が運行する高速バスが発着する。なお、路線バスは、駅前ロータリーから、高速バスは、駅前通りの千葉地方検察庁。 南町分室前のバス停から発着する。小湊鉄道、千葉中央バスが運行する、路線バスが発着する。停留所は、京葉銀行、蘇我支店前の末広通り路上に設置されている。小湊鉄道が運行する、路線バスのほアスカ交通が運行する深夜バスが発着する。この他に、銀座駅、東京駅からの平和交通の深夜急行バス、津田沼。 千葉、蘇我線の終点となっている。注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。